アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明。日本としては嬉しい限りです。今回尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか、それ以上の危機として、東アジアにおいて一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め、防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたのである。2、日米安全保障条約第5条では、各締約国は日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は、声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて、中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、
国益を脅かす者には。対抗していくと、強い反発を示している。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日。米、欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国は、ここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を、埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては、日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して、海峡局艦艇を派遣して、日本の領海に居座らせ続けている。さらには、台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで超えることが、ほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による、台湾防空識別圏、ADIZ へ侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による、航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に中国は4月5日空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、1、米、5、印、4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍によるG 行動には、もう一つの意味があるとして、それは、4月16日から開催される日米首脳会談への、牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から、菅首相に対して、台湾有事への、危機感の共有と、日本による、サポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には、安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては、台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとっては、どうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも、日本の後方支援を必要としているのである。これに対して、
菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが、菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策に舵を切っていく西側諸国。また、英国も対中政策を。香港情勢以来舵を切っている。空母クイーンエリザベスに現在、F-35B ステルス戦闘機を満載しての訓練も開始している。気になるのは、このクイーン・エリザベス空母に満載状態での運用になる。これは、護衛艦出雲でも参考になるだろう。では一足先に英国での
米国とのクロスデッキシステムを詳しく見ていきますね。見応えありすぎて、もう他の空母は見れないかも。対中政策に舵を切るのが遅いよな。南シナ海はまた別の話になりますね。2020年10月、イギリスの誇るクイーン・エリザベス級航空母艦のネームシップであるクイーン・エリザベスが、同国が中核となった NATO 加盟国の合同軍事演習に参加したと報じられた。今回の合同軍事演習、ジョイント・ウォーリアー2020は北海を舞台に実施されており、イギリスをはじめアメリカ、ドイツ、フランス、オランダ、カナダ、デンマークなどが参加している。これらは合計で28隻の水上戦闘艦、2隻の攻撃型潜水艦、81機の艦載航空機の参加となっており、総人員数では6000人を数える。NATO 加盟国の合同軍事演習中でも最大規模のものといえる。イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスはジョイント・ウォーリアー2020の中でも中心的な役割の空母打撃群を構成し、アメリカ海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦を従えての演習となった。クイーン・エリザベスは2017年に就役した通常動力型航空母艦で、満載排水量 67,669 トン、全長284メートル、全幅73メートルの船体に F-35 ライトニング2戦闘機 B 型やヘリを最大48機搭載可能だ。すでに2番艦となるプリンス・オブ・ウェールズも2019年末に就役しているが、前級のインビンシブル級、イラストリアスが2014年に退役した後、一時はイギリスの航空母艦は0隻だったこともある。イギリスの財政上からは幾度もクイーン・エリザベス級航空母艦を2隻運用、維持していくことが問題視され、他国への譲渡やレンタルなどの案もたびたび報じられたが、今のところ自国運用を継続している。今回、クイーン・エリザベスには、ジョイント・ウォーリアー2020に先立ち、9月にアメリカ海兵隊の VMFA-211 体と自国イギリス空軍第617中隊の合計15機の F-35B と対潜哨戒ヘリ8機が搭載された。このアメリカ海兵隊の F-35B をクイーン・エリザベスの艦載機とするクロスデッキ運用は、今後のアメリカの同盟国の間での貴重なテストケースとめされており、各国での注目度も高い。日本でも護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化改修が決定していることもあり、このクイーン・エリザベスで得られた F-35B の運用情報も参考にした構成、編成が行われるのかもしれない。今回のジョイント・ウォーリアー2020合同演習において特筆されるのは、実弾の精密誘導爆弾を用いた対地攻撃訓練が敢行された点であり、F-35B の実際の作戦行動を想定した訓練が行われた点だろう。実戦に即したジョイント・ウォーリアー2020では、こうした
艦載機 F-35B の攻撃に際して、同時に母艦である。クイーン・エリザベスへの敵航空戦力からの攻撃を想定した、迎撃訓練が行われたという。前述のように、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、アメリカ海軍の駆逐艦や、オランダ海軍のフリゲート艦が加わっており、これらの艦隊防空能力の連携が所属を超えてなされたものだ。そうは言っても、通常時のクイーン・エリザベス空母打撃群の編成は、デアリング級45型駆逐艦2隻、リアンダー級23型フリゲート艦2隻、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦1隻などが想定されている。こうした護衛の艦艇に加えて、大型の補給艦2隻が随伴し、燃料や、兵装の補給を担う編成であり、イギリスとしても久々の、空母打撃群運用能力を今後向上させていくものとみられている。この中でデアリング級45型駆逐艦は、強力なフェーズドアレイ。レーダーで、最大250キロ圏内の敵を探知し、12個の目標に同時に、対処可能な対空ミサイルなどで、艦隊防空を担う予定だ。また、リアンダー級23型フリゲート艦は、対艦、対地攻撃用のハープーン。ミサイルや、魚雷類を搭載し、対水上戦闘艦への対応を、主に、母艦たる、クイーン・エリザベスの護衛に当たる。アスチュート級攻撃型原子力潜水艦は、対潜水艦、対水上戦闘艦。対地攻撃等の複数の用途に対応し、空母打撃群の実施する作戦行動を複合的にバックアップするものと期待されている。こうした空母打撃群としての艦隊のユニット運用は、現状では大型の原子力空母を最新鋭のジェラルド・フォードまで11隻の航空母艦を保有するアメリカ海軍がほぼ独占している状態だった。これに、クイーン・エリザベスやフランスの原子力航空母艦、シャルル・ド・ゴールが後を追い、同様な空母打撃群を構成するようになりつつあると見てよいだろう。ロシアは、旧ソ連時代からも、本格的空母打撃群の保有には至らなかったが、現在の中国は、国産の航空母艦の建造や、新型の055型駆逐艦の配備によって、アメリカ、フランス、イギリスに続く空母打撃群の保有を目指している。航空母艦そのものが、長射程の対艦巡航ミサイルの登場によって、有効性を喪失する可能性も指摘されているが、今、しばらくは通常兵器の有として、編成可能な戦力の中心と言えるだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東條麻香です。本格的指導が開始された某流潜水艦だが、新型ウイルスの影響は今後潜水艦という密閉された空間でいかに防御していくのか大事になってきた。潜水艦では感染拡大は当然になる。インフルエンザさえも防御しなくてはいけない。だが、極秘事項となる日本の運用の仕方があるここへ来て、その感染症に、感染しない自衛隊が注目されている。とはいえ、最新鋭リチウムイオン電池搭載新型潜水艦のが、公開されるとすぐに反応したのは、中国、韓国だろう。だが、この情報に最も興味があるのは豪州なのかもしれない。そんな豪州だが、以前に、そう、夕方潜水艦を入札国に、最後まで日本を残した。豪州が現在置かれている潜水艦建造計画はどうなっているのか？その時にを紹介していこう。日本の潜水艦が逆転受注されるのか？このような報道が、オーストラリアで出始めたようで、一部で話題となっています。この件については、説明が必要ですね。オーストラリアは、中国の海洋進出を警戒して、最新鋭の次期潜水艦を外国から輸入することを決定しました。2016年にコンペが行われたのですが、日本をはじめ、ドイツなども参加していました。日本は高い評価を受けている、そう、竜型潜水艦が対象でした。ところが、オーストラリアが、受注先として選んだのは、日本でもドイツでもなく、フランスだったのです。フランスは、潜水艦12隻で、建造費約4兆円という巨額の事業を、請け負うことになったのです。実は、これには、中国が一枚噛んでいるという説もあるそうです。中国は日本が世界への影響力を持つことを極度に警戒していますから、オーストラリアに横槍を入れたと言われています。というのは、オーストラリアとの貿易額は中国がトップなのです。中国を警戒して潜水艦をということなのですが、やはり、貿易額1位の相手の要求を跳ねつけることはできなかったのでしょう。ところが、それから4年目になる現在、製造しているはずのフランスの進捗が遅れているそうです。しかも、フランスの潜水艦建造メーカーとオーストラリア政府の間で、締結されるはずの情報開示や現地雇用などに関する契約内容で二国間の折り合いがつかない膠着状態に陥っているというのです。一説によると、問題はそれだけではなく、肝心用の潜水艦そのものについても不安材料があるとされています。この件について、軍事アナリストのブスジマ、東野1971年千葉県生まれ、フリーランスの軍事アナリスト、技術ライター氏の解説を紹介しましょう。
フランスの提案は、2016年就役予定の新型原子力潜水艦を通常動力型に改造するというもの。ところが、改造する元々の原潜の就役が遅れたため、オーストラリアの通常動力型艦の設計、建造をいつ開始できるのか、目処すら立たない状況である。また、オーストラリア海軍はアメリカ製の水中超音システムを採用しているが、フランス製の潜水艦とうまく適合するかどうかも疑問がある。フランス製造の機器は優れてはいるが、独自性が強すぎるため、機器同士の調整にかなり時間を取られてしまう可能性がある。ということです。ここで、オーストラリア政府の動きを紹介しましょう。2016年4月、当時のオーストラリア首相ターンブル氏は、海軍の次期潜水艦をフランスに発注すると発表しました。しかし、完成は大幅に遅れています。日本も参加したコンペから約3年が経過し、海をめぐる状況も変化しました。何と言っても、中国です。この国の海洋進出は、年々加速しつつあります。オーストラリアとの貿易額では、中国がトップではありますが、近隣の南シナ海のみならず、オーストラリア北西に広がるインド洋にも、手を伸ばしている中国の様子に、海軍が危機感を覚え、対応策を試案し始めたのは当然の動きかと思われます。そして、3年前との大きな違いがもう一つあります。それが、日本の、蒼、龍型潜水艦の飛躍的な進化です。2018年10月、蒼、龍型潜水艦の11番艦である。蒼龍が進水しました。2年後の2020年3月が竣工予定です。蒼龍は水中での動力源を変更しました。従来はバッテリーと AIP、非待機依存推進装置の併用型だったのですが、GS 湯浅社が開発した大容量リチウムイオン電池のみに変更したのです。同じ蒼龍型であっても、10番までの潜水艦とは、全く異なっているので、実際には新型と呼べると思われます。再び、ブス島氏の解説を紹介します。リチウムイオン電池を採用したおかげで、電力容量が従来の約8倍の大きさとなり、スピードなどの面でも限界まで電池を使い切ってしまうことが可能。水中の最大スピードは時速 37km だが、一気に電力を使わないで、うまく利用すれば時速 14km で、最大200時間も潜航できる計算になる。それほど効率的なのに、充電時間は以前より短くなり、しかも充電耐用年数も長くなった。潜水艦としての能力が格段にアップしたとも言えるのではないか。例えば、海峡などで敵を待ち伏せするという、消極的な行動だけではなく、
自ら動いて積極的に相手を探す作戦も多用できるはずだ。黄龍は日本が製造した潜水艦ですから、当然通常動力型です。非核三原則の下では、日本は原子力潜水艦を製造することはできませんからね。しかし、通常動力潜水艦とはいえ、黄龍は、原潜に近い運用ができる艦なのです。黄龍のこの進化こそ、まさにオーストラリア海軍が求めていたものでした。もともと潜水艦の静粛性や建造費、維持費などの面においては、フランスより日本に分がありました。改めて、その点を考えたのでしょうか。オーストラリア政府の動きが注目されつつあります。潜水艦は、やはり、フランスより日本にすべきだったのでは？今から日本に変えられないか？という、ここに来てのフランスから日本への乗り換え逆転受注というシナリオの可能性が推測され始めたというのです。しかも2019年5月はオーストラリア総選挙です。3年前に潜水艦発注でフランスを選んだ現与党の自由党が仮に敗北して政権交代となったら、フランスとの契約破棄の可能性がいよいよ高まることでしょう。政治の動きにも注意が必要ですね。日米英での軍事演習が活発化しており、南シナ海では、現在、中国の空母打撃群は一切確認されていない。今回、中国空母打撃群は、今どこへ行ったの、詳しく見ていきますね。本当に出てこなくなりましたね。動かせないのか、それよりも、弱い台湾へ侵入を繰り返している。中国はそんな国だね。2021年の夏には、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスの空母打撃群が極東方面に到達。今回の長期派遣の目的地である、同海域に赴く途上でも、他国軍との複数の軍事演習や、中東では、初の実戦参加を経つつやってきた。事前に注目された韓国、釜山への寄港派遣は慣れなかった、クイーン・エリザベスだが、9月上旬には、神奈川の横須賀の在日アメリカ海軍の横須賀基地には入港、新型コロナウイルスの渦中ではあるが、日本へは寄港した形となった。韓国がクイーン・エリザベスを釜山へ寄港させなかったのは、表向きには新型コロナウイルスのデルタ株の国内蔓延を防止するという説明がなされたが、北朝鮮や中国の顔色を伺った末の政治判断という側面が強いだろう。アメリカ海軍の横須賀基地を後にしたクイーン・エリザベスは、9月8日から9日の2日間、関東東方の空海域で、海上自衛隊の護衛艦、伊勢、出雲、
航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型等との合同軍事演習を行った。もともと、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、オランダ海軍のフリゲート艦も含まれており、これに、前述の日本やアメリカそして、カナダ海軍のフリゲート艦を加えた、5カ国でのパシフィック・クラウン214演習が挙行された形だ。この後の10月2日、3日の2日間で、今度は、沖縄の南西の空海域に、クイーン・エリザベスは移動。これに、アメリカ海軍のカール・ウィンソンや中東帰りのロナルド・レーガンらも合流した大規模な合同軍事演習がさらに行われた。海上自衛隊は護衛艦、伊勢、霧島、山霧等を参加させ、他のアメリカ、イギリス、オランダ、カナダ、ニュージーランドとの6カ国合計で17隻以上の艦艇が動員され、クイーン・エリザベスを迎えての最大規模の演習となった。こうした一連のクイーン・エリザベスを極東に迎えての対中国包囲網を前面に打ち出した複数国による合同軍事演習が粛々と行われる一方で、当の中国は10月に入り、台湾の防空識別圏内へかつてない規模での軍用機の侵入を実行に移した。特に1日あたり最大の機数を数えたのは10月4日で、台湾国防部の統計によれば、この日だけで2回にわたって延べ、56機もの戦闘機や爆撃機、哨戒機などを台湾の南西方面の防空識別圏に差し向けたとされ、緊張感が高まった。今回、クイーン・エリザベスが南シナ海を抜けて日本へと向かう途中では、中国海軍の小級攻撃型原子力潜水艦が、合計で3隻追尾してきたとイギリス海軍は発表していたが、その後は同空母打撃群への直接的な接近は報じられていない。特に10月 2.3 日の沖縄南の南西の空海域にクイーン・エリザベス、カール・ウィンソン、ロナルド・レーガンの米英の3つの空母打撃群が集結した際には、もっと直接的な対抗措置を中国が見せるかと思われたが、確認はされなかった。思い起こせば、今年2021年の4月には、中国海軍初の航空母艦で、現状は、練習用の艦艇とみなされている、遼寧が、5隻の水上戦闘艦を随伴させて、沖縄と宮古島間の宮古海峡を抜けて、西太平洋方面に進出するなどの動きを、見せていた。この、遼寧を中心とする6隻の艦隊は、宮古海峡を抜けて、西太平洋方面に進出したとはいえ、日本の領海に侵入したわけではなく、あくまで公海上を通過した状態だったため、護衛艦、鈴付きや P1 哨戒機、P3C 哨戒機等の海上自衛体制が追尾するに止まった。このような中国海軍の行動は、遼寧をベースに建造した中国海軍初の国産航空母艦である山東でも、たびたび見受けられたものではあるが、クイーン・エリザベス、カール・ウィンソン、ロナルド・レーガンの3つの空母打撃群の前では行われなかった。その意味では、中国海軍側が直接的な自国の航空母艦の存在の誇示を自重したとも言えそうだが、最新鋭の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング 2B 型を18機搭載したクイーン・エリザベスや70機以上の搭載機を持つアメリカ海軍の航空母艦との積極的な対峙は避けたのだろう。一口に航空母艦といっても、艦艇そのものの規模や大きさには大差があり、さらに艦載機として搭載する航空機の数やそれに比例する攻撃力、打撃力には、もっと大きな開きがあり、現時点では、中国と米英とでは、その差は歴然としている。クイーン・エリザベスは、2017年に就役した、同級航空母艦の一番艦であり、
基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルの通常動力型で、最大速力26ノット、航続距離は約1万 8520km とされている。同艦には約680名の総艦要員と900名強の航空要員が乗り組んでおり、最大で艦載機の F-35 ライトニング 2B 型と各種のヘリを合わせて48機ほどを運用可能となっており、現状で米英合計18機の同機の2個飛行隊の収容につき、まだ増強される可能性を残している。ただし、F-35 ライトニング 2B 型は、短距離離陸、垂直着陸が可能。な、特性上、胴体内のウェポンウェイに、搭載可能な兵装の量は、通常滑走路仕様の A 型や、カタパルト射出仕様の C 型に比べれば少なく、攻撃力、打撃力は限定的ではある。具体的な数値上で、見ると F-35 ライトニング 2A、C 型がウェポ。米に約81、65kg の兵装を収容可能となっているのに対し、B 型は同 6804kg とおよそ 17% ほど少なく、燃料搭載量も同様なため、戦闘時の行動半径も比例して短い。それでも、クイーン・エリザベス級航空母艦は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦や、現在、航空母艦化改修が適時進められている海上自体の護衛艦、出雲、加賀、と異なり、専用の航空母艦であるため、スキージャンプ方式の発艦装置を備えている。よって、これらアメリカ海軍の強襲揚陸艦や改修後の、出雲、加賀、の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、これよりも、兵装、燃料搭載量ともに、さらに少なくなる見込みであり、あくまで暫定的な空母的運用だと言えるかもしれない。中国海軍の、遼寧は、基準排水量5万8500トン、満載排水量6万7500トン、全長305メートル、全幅、78メートルの通常動力型で、艦載機は、主力戦闘機の GA-25 艦上戦闘機が24機ほどで、各種のヘリを合わせても合計36機ほどとされている。GA-15 艦上戦闘機は、ロシアのスホーイ社のスホ、イ-33 をベースとして、中国の信用飛行業集団が航空母艦搭載用に開発した機体であり、兵装やレーダーセンサ類を国産化して搭載、スキージャンプ式の発艦装置で運用されている。このため、GA-15 艦上戦闘機も、ベースとなった SU-33 と同様に、物理的には、計 4430kg の兵装収容量を持つと見られているが、スキージャンプ式で、同機を発艦させるには、大幅な制約が生じるため、攻撃力、打撃力は決して大きくはない模様だ。これは現在でもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦の主力戦闘機である FA-10 は地スーパーホーネットの兵装搭載量が最大 8029kg であることを考慮すれば、いかにカタパルト射出型の戦闘機が優位にあるかということが一目瞭然だろう。
極東アジアで、今、北朝鮮の瀬取り問題が、国連でも対策を強化されています。今回瀬取り活動に、ニュージーランド軍の P3K2 が、嘉手納基地に到着しました。ドイツのフリゲート艦も、日本に到着、監視活動が強化されています。今回は、この、ニュージーランド P3 キロ2を詳しく見ていきます。韓国は、瀬取りを活発化と謳う、名目上は北朝鮮ですが、韓国の監視活動がほとんどではないでしょうか。瀬取り活動中に、海上自衛隊の P1 哨戒機に見つかって、レーダー照射をしてしまった。しかも、軍艦で瀬取り活動ということもあったんです。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視にニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられた。まず、ニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K2 オライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事する。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態である。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P3K2 オライオンは、同機のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版といえる。続くドイツは、同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦、バイエルンを、11月中旬以降から、北朝鮮の、瀬取り、行為の監視に従事させることになり、同国としても、初の任務参加を果たすことになる。バイエルンは、満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの両機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇る。バイエルンは、兵装面では、フォートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機、MK41 垂直発射システム、VLS、16セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとして、エグゾス SSM 連装発射塔2機などを搭載している。実は、バイエルンは、今回の、瀬取り監視に従事する前、今年8月末には、中東のソマリア沖で、海上自衛隊の護衛艦、夕霧と、合同軍事演習を行い、その後、オーストラリアやグアムを経由してやってきた。そして、11月4日から5日にかけては、関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦、サミダレと合同軍事演習を行った後に、日本へ帰港。実に、ドイツ海軍の艦艇としては、2002年以来20年ぶりに、日本を訪れたことになる。そもそも、北朝鮮の、瀬取り監視に、ドイツが加わったことも初であり、これまでは、日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8カ国に限られており、新たな動きと言えるだろう。これまで、日本を含む8カ国が、北朝鮮の、瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された、国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、
核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだ。この決議によって、等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁じ、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物、化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としている。ただ、実際には、こうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われているとみられており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われる。それは西側諸国からすれば、近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されている。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだった。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにも、この2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために、各種の支援を行っているであろうことは、もはや国際的にも公然の秘密だろう。加えて、韓国のように同民族であり、かつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れる等の混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられた。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も、韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っている。さて、今回のニュージーランドからの P3K2 オライオン対潜哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク級フリゲート、バイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思える。これは、ニュージーランドという小国が、隣国でアメリカ・イギリスとの申請、オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見える。2021年の夏には、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド、太平洋地域における中国の海洋進出を、これまでよりは、積極的に、イギリスも警戒する側に回ったというのが、一般的な解釈だ。それでも、クイーン・エリザベスそのものは、極東への往路も復路も、いたずらに中国を刺激することは、避けるためか、台湾海峡を通過することはなく、その意味では、未だ公然とした中国包囲網というには、いささかの脆弱さも感じてしまう。しかし、それ以上に、ヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは、中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーン・エリザベスらの空母打撃群以上に、中国に対する
徹底的な忖度を今回も見せようとしていた。それは、ブランデンブルク級フリゲート、バイエルンを、やはり台湾海峡は通過させないこと、および、中国に対しても、親善寄港を行うという、方針からも明瞭だったが、後者は、中国側から、拒絶を受けて断念している。かつて、20年前の2002年に、ブランデンブルク級フリゲート4番艦の、メクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデン・ビルテンベルク級フリゲートの4番艦、ラインラント・プファルツは、中国の青島に寄港した過去があった。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、いかがなものであろうか。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶し、これは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろう。B3C 哨戒機の監視活動が日本を含め世界でも目にする状況が多くなっています。今回、南シナ海を B3C 哨戒機が通過した時の中国の反応を見ていきます。中国は他国に対しては海、空ともに侵入を繰り返しているんだけどね。2020年2月25日、各メディアが明らかにしたところによると、2018年8月に海上自衛隊の P3C 哨戒機が南シナ海にあるフィリピンの排他的経済水域 EEZ 内にあるミスチーフ礁上空を飛行したことに対して中国側から無断で通過したとの抗議があり、これに対して日本政府は中国の抗議は飛行の自由を制約するもので受け入れられないとして無視したとのことだった。岸防衛大臣は2月26日の記者会見で、南シナ海における海上自衛隊の B3C 哨戒機の飛行は国際法上適法であるとして、中国の主張は受け入れられないとしている。日本政府は中国が一方的に主張している南シナ海における主権を認めない考えを貫くとしており、過去3年間においては複数回、ミスチーフ礁近辺を飛行しているとして、東シナ海の尖閣諸島での対立のみならず、南シナ海においても問題が発生していることが明らかになった。このところ、毎日のように尖閣諸島近海に海峡局の艦船を貼り付けて、
接続水域のみならず、時には領海侵犯をして、日本漁船を牽制するなど、不法行為を繰り返している中国であるが、南シナ海においても周辺国の主権を脅かしながら、そのほとんどの海域に主権があると、自国内の法律を盾に、一方的に、国際法を無視して実効支配を展開しているのだ。日本政府は、これに対して、アメリカや南シナ海周辺諸国と歩調を合わせて、中国の主権主張を認めず、アメリカ海軍が展開している航行の自由作戦に同調するかのように、海上自衛隊護衛艦や P3C 哨戒機を派遣していて、中国政府の抗議に関しては無視するとしている。中国が南シナ海を自国の海域として主張している根拠は、九段線という1953年に一方的に権利を主張して自国の秩序に引いた破線で、南シナ海のほとんどを領海としているのであるが、この九段線については、2016年7月12日に、オランダのハーグにある、常設仲裁裁判所において、その主張には国際法に照らし合わせても、法的根拠はなく、国際法違反であるとの判断が下されたほか、南シナ海の各省は、満潮時には海没するために国際法上の島とは認められず、それを埋め立てが人工島は領土ではないとされているのだが、中国政府は一切を受け入れていない。中国は2014年頃から南シナ海の除村南省の埋め立てを皮切りに、ファイアリークロス省を埋め立てて、滑走路を建設するなどを始めていて、アメリカ、フィリピンをはじめ、周辺諸国が国際法違反であることを抗議したが、中国は、埋め立ては正当な行為であるとして受け付けなかった。中国は、2021年3月現在で、フィリピンの排他的経済水域内にある、スプラトリー、南沙諸島だけでも、7つの人工島を造成して、現在は、ウィットサン礁に漁船を偽装した200隻からなる海上民兵の船団を集結させて、8つ目の人工島を造成しているのではないかと見られている。このように、中国は、南シナ海全体を、領土、領海として組み込むべく、実効支配を着々と進めていて、このまま放置しておけば、数年以内に、完全に、南シナ海が、中国の領海と化す恐れが、現実味を帯びている。その動きを受けて、アメリカ、オーストラリア、日本はもちろん、さすがに欧州諸国も看過するわけにいかなくなってきていて、イギリス、フランス、ドイツが、自国海軍艦艇を、続々と南シナ海に派遣するようになったのである。しかし、中国はそれらの諸外国の動きなど全く意に介することなく、この南沙諸島においては3つの人工島で 3000M 級滑走路を作り、港湾などの軍事施設を次々に増設しているばかりか、南シナ海一帯については、2012年に海南省造すなしとすることを一方的に宣言し、スプラトリー、南沙諸島を南沙区、パラセル、西スナ諸島を西スナ区という行政区とすることを発表し、これらの人工島に民間人を送り込み始めている。このような動きは、中国のしたたかさを如実に表していると言えよう。人工島に存在するものが軍事施設のみであれば、欧米各国はいつでも攻撃が可能で、
一瞬にして殲滅することができるのであるが、民間人が居住しているとなれば、攻撃をすることが難しくなることを狙っていると考えられる。仮に、人工島に居住している民間人が民兵のような反軍事組織の構成員であったとしても、敵対諸国によって民間人を巻き込む非人道的な攻撃を受けたとして、国際社会に中国の正当性を発信できるのである。したたかというよりは、狡猾で、何とも腹立たしい戦略であるが、それを分かっていても、中国による実効支配を防ぐ手立てがないのが現状で、島嶼部においては、先に人間を送り込んで実効支配した者が占有できる。早い者勝ちであることを示している。中国の今後の戦略を推察するならば、まずは南シナ海を完全に実効支配下に置いた後、次に狙うのは台湾の前に東シナ海の尖閣諸島であると思われる。ここ数ヶ月、尖閣諸島近辺には常に中国海峡局の艦艇が張り付いていて、海上保安庁の巡視船だけでなく日本の民間漁船をも威嚇するようになっていて、このように少しずつ尖閣諸島を自国領土であるとの主張を国際社会にアピールしておき、頃合いを見計らってある日、突然民間人を装った民兵を漁船に乗せて上陸させるであろうと思われる。民間人を上陸させ居住させてしまえば、それを排除しようとする海上保安庁を中国領土に民間人の保護を名目として先日改定された中国海峡法を盾として攻撃することができるのだ。日本政府が尖閣諸島は日本固有の領土であり領土問題は存在しないなどと主張し、得意の移管法を発射したところで何の役にも立たず。尖閣諸島は韓国に不当支配されている竹島と同様に中国の領土とされ、在日アメリカ軍を牽制する一大軍事基地とされてしまうことは明白である。もしかすると雪がけの打賃として尖閣諸島のついでに与那国島や石垣島が奪われてしまう可能性は否定できない。こうして南シナ海、東シナ海を主中にして欧米日などがボイコットする北京オリンピックを終えた中国は、念願の台湾侵攻を開始するのではないだろうか。尖閣諸島に関する日本政府の対応を見ていると、何の危機感もなく、成り行きに右往左往しているだけとしか思えず、このまま中国にプレゼントしてご機嫌を取るつもりではないかと思えるほど、無関心であるが、いずれはアメリカ軍を追い出そうとしている沖縄も同様にして差し出されてしまうかもしれない。